はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、今何しようとしてるかというと、プロジェクターのね、サイズ、画面のサイズをね、測りたいと思います。で、どのプロジェクターなのっていうとね、こちらになります。よいしょ。あのエピソンの TW400 をもう取っ払いましたね、先日。それで、これはね L1M ですね。 L1M を上下ひっくり返してね、このエピソンがあったところに置いてあります。で、これね、エピソンと同じ、ちょうどね、ここがね 3.2m です。これね、ここのスライチが 3.2m ですね。これが 3.2m、 この壁から 3.2m ですね。で、今ね、よいしょ、お好みで見えるかな、ちょっと待ってね、よいしょ。今ねプレステ3ね、映してます。プレステ3で、今ねこのプレステ3がね、どんな感じ、どれぐらいの画面の大きさなのかというと、もうね、この部屋、あそこが壁でしょ、あそこの壁からこっち側の壁だよね、ほぼオットールボーイのスピーカーをえぐってこ、よいしょ、えぐれるようにしてほら、ギリギリ映ってるね、あっちもね、クマちゃんとスピーカーギリギリ、ほんとね、エピソンをズームした時よりも大きいんだよ。で、エピソンの時は 3.2m で、113インチでした。113インチ、価格コムにもね、ちゃんとそれは書いてありますね。113インチです。16耐久で113インチです。で、これね、エピソンよりも結構ね、大きいので、画面がね。なので、今から何インチあるのかを調べます。で、何インチあるのかを調べるのは、ググればね、すぐにわかるんで、これね。どのアプリかっていうとね、ちょっと待ってね。アプリっていうかね、インターネットでね、わかるんだよ。これね。この画面のサイズの計算というのがあって、横幅をインチで入れると16耐久でだいたい何インチっていうのがね、ちゃんと出てくるのがあるので、それで今からね測ろうと思います。エプソンの TW400 よりもね、本当に大きいんだよこれね。なので今ちょっとね測ってみます。よし、ここね、ここの隅から、よいしょ、はい、ここだから、お、さあ見てみましょう。これがね。ここ、2740ね、2741か2か、ここです。だ、2740、まあ、約2740、横幅が16耐久で2740あります。じゃあ2740が、何インチなのかちょっと見てみましょうね。2740、横幅274で計算、あ、出ました。はい、123.7 インチかな、見える、ピントが合わない、ほらね、274センチで 123.769 いくつぐらいかな、なんかね、まあ約 123. まあ約124インチ弱だね、これね、123.76 だからね、124インチ弱、ね、
ということで、まあ、123インチとしてもエプソンだとズーム機能を使ってね110何倍にして113インチだったんで、だ10インチはね大きいってことですね。はい、ということがね分かりました。よいしょと。はい、でこのね L1M、L1B、ね、このプロジェクターは本当ね、あの明るさだよね、うん、昼間は見れない、ね、なので、今ね、横はこうして、もう日が暮れてるんでね、今もう18時45分なんで、まあ、こうやって表がね、明るい、パソコン側の方もね、こうして全部開けてるけれども、部屋自体はね、結構、薄暗い感じかな、それでこんぐらいなんで。で夜になったらもっとはっきりくっきりするんだけどね、うん、こんな感じです。かなりね大きいよ。今までエプソンで全開で見ていたよりも大きく映ってる、ね、でエプソンの場合はあの TW400 は 720p、 こっちはね 1080p なんだよね。で正面から映してるんで、あのピントがどこ見てもね同じぐらいなんだよね、うん、ね、ちょっともうちょっと、もうちょっとね、ピント、ドンピシャ行ってみる？でももうこれぐらいがあれかな、ちょっとね、一応、これで今ボケてるよね。で、戻して、これぐらいがいいのかな、こう戻すともうボケちゃうから、ね、うん、ちょっと行き過ぎたかな。まあ、こんなとこがいいとこだよね、うん、こんな感じだと思うよ。だからね、いかがでしょうか、ね、で動きの方、ね、ちょっと見てくる。動きの方これいいのかな、これかな、ね、あはい、まあこんな感じだね、うん、どうでしょうか。いやかなりね大きいよ。あのテレビとかねなんかいろいろ映したいけどね消されちゃうからね、またね。はい、そんな感じでね、ほとんどねこう電気つけるとほらね、この部屋隅から隅までほとんどもう全画面だね。クマさんのあそこからここまでなんでね、どれぐらい大きいか分かるでしょうね、うん、かなりね大きいよ。おじい実際ちょっと立ってみようか、どれぐらいか。ちょっと音うるさいね、うん、だいたいねこれぐらいでしょ。ここからおじいがこう手を伸ばして、で反対がまあ一人半分ぐらいかな、ちょうど半分ぐらい、ここまでだからね、だかなり大きいよ画面がね、白く。でこれが気持ちいいね、ほんと。トールボーイのスピーカーポンポンって置いて、その真ん中が全部が画面だからね、これね。で、元気なおじいの、この、これはね、一応スクリーンです。これね、壁紙、プロジェクター用のスクリーン、壁紙です、これね。壁紙本舗とか工房とかなんかそういうところでね売ってるんで、のり付き買った方がね楽だと思う。おじいはのりなし買って、のりもデコにこう丸いの買って、ハケとか買って、全部で5000円ぐらいだったかな、この一面ね。90センチだから92ぐらいだから、1、2、ここに継ぎ目があるんだけど、2、3、4で、ねここ天井までがね 2.5 だから、まあ 2.5 としても 10m 買えばここ全部がスクリーンになるんだよ。 10m あればね、だから確かおじいね 10m 買ったと思うんだよ、
これね安いんだよ壁紙で、で歪んでないしね、あの扇風機かけても窓全開にしてても、こうゆらゆらしないからね、ピントははっきり合う、ね、で、スクリーンってさ、こうツルツルのとこでやるとね、こう光がこうバーってね横に拡散しちゃってね、テカテカしちゃって、だ最初ねあのホームセンターで売ってるテーブルクロスがあるんだよ、あれが一番安くていいって聞いて、テーブルクロスの裏側ね、化学部にあの全部その流れあると思うけど、テーブルクロスが安いんだよ、あの何センチ単位で買えるからね、でテーブルクロスの裏側がいいよってそれを買ってきたんだよ、でそのテーブルクロスを最初は両面テープで反対側ね貼ったんだよね、うん、貼ったんだけど綺麗に貼れなかった、テーブルクロスを両面テープで、ね、あの重たくてでね、やっぱ気持ち悪いなってなったんだよね、うん、なのでね、壁紙で白い壁紙とグレーの壁紙があるけど、これは一応グレーです、これねグレータイプ、黒が沈んで見える、ね、でプロジェクター用の壁紙ってあのこう凹凸になってるんでね、普通の壁紙も大体あのポコ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 してるやつだったらこうそれで吸収してくれるからね、あの変にテカテカしてるとこう反射しちゃって見にくいんで、だ壁紙普通の壁紙でもね、模様が良ければちゃんと映るんだけどもね、ちょっと色がちょっとあの入ってた方が沈んで見えるっていうね、まあ、ある程度カラーでもね最近は映っちゃうけどもね、本当そんな感じです。123インチ、約124インチ弱、かなり大きい、だエプソンよりは投影距離が同じサイズでも短い距離で映るってことがね、若干ね 3.2 メーターで10インチの差があるってことはね、結構大きいよこの差は ね、まあ、そんなわけで参考にしてください。まあ明るさは全然足んないでね、電気全開にすると何が映ってるかさっぱり分かんないんだけどね、それでもね、1万円ぐらいのプロジェクターでしょ、それでフル HD でしょ、でリモコンまでついてるでしょ、ね、でこの M は Wi-Fi がついてるね、ちゃんとだからね、これはもうコスパ最高でしょ、ね、なわけで、まあ、昼間はねどうせ働いてて見ないよって方、ね、帰ってきてから娯楽でね使うぐらいだったら本当これぐらい映ってればね申し分ないじゃないかな、本当ね、うん、結構綺麗に映ってるよやっぱね、エプソンの 720p よりも結構綺麗に映ってからね、うん、ただTW400 の方が明るさはねもうちょっと明るかったかな、新品だとね、もうちょっと明るかった、うん、薄暗いとこでも結構明るく見れたんでね、あれね、うん、これでもねやっぱいいよ、綺麗だよ、文字なんかもちゃんと見れるし、まあね、ショップさんメーカーさんの水線大体ね、まあ、2メーターぐらいね、それぐらいが水線なんだけど、遠くなっちゃえばなるほど薄くなっちゃうんだよね、本当。なのでね、おじいの検証で相手はね1メーターからって書いてあったけども、実際には70センチから映ったよね、ピントがね、うん。じゃあ次の検証行ってみようか。ね、次は今度はね、あもう次の検証できないんだ、ごめん、今コードこっちにやってたからね、これ手前に持ってきてね、2メーター 1.5 メーターやろうかなと思ったけどちょっと無理だったね。で100メーター投影するには何センチ必要なのかとかね、今123インチもあるから大きいでしょ、だから100インチ に落とすにはどれぐらいかとかさ、あとまあ100インチ大変とかだ、だいたい80インチぐらいのスクリーン使ってる方多いと思うんだよね、あとおまけでついてくるのは60インチとか、それぐらいは何センチぐらいとかね、そこが計算できればいいんだけど ね、うん、ね、まあ いやちょっとまた時間がある時にねそっちの方は計算してみたいと思います。はい、そんなわけで今回は L1M、L1B は
あのどれぐらいの大きさなのか、ね、エプションと同じ距離で 3.2 メーターで何インチなのか、これではっきり分かりました。 123.7 インチまで大きくなります。までっていうかね、このサイズですこれ、ね、で、あのちっちゃくすることはできるからね、これね、サイズをね大きくすることはできないけど、これよりもちっちゃくすることはできます、ね、はい、そんな感じで参考にしてください。またね、バイバイ。